月19日火曜日です。昨日大阪に来てですね、今日、昼過ぎまで撮影がありますので、今8時半だから歩いてね、現場まで向かいたいと思います。いや、今日はですね、結構な雨が降ってますね。まあ、とりあえず傘買って15分ぐらい歩いて現場まで向かいます。コンビニ。よし、じゃあ傘をゲットしたので現場まで歩いていきたいと思います。いや、相変わらず雨が強めに降ってますね。今日は今3時15分なんですけど、現場でちょっとカメラ回せなかったんですけど、楽しい撮影でした。僕自身久しぶりにこのタキシードを着て新郎役をやったんですけど、やっぱいいですね。なんか華やかな撮影でして、相手役の、新婦役の方もすごい、いい方で楽しかったです。ということで今大阪駅に向かってるんですけれども、東京に帰るとします。次大阪来るときはいつになるか、またすぐ訪れたいです。今日はちょっとあいにくの天気だったから、まあ東京に直帰します。どこも寄らずに。戻ってきました、東京に。眠かった。都内に戻ってきて原宿に来ました。今から友達と飯です。新幹線で駅弁食ったんですけど、ちょっと小腹が空いてるのと、ちょっと飲み足りないなと思って、友達誘ったら OK だということで、てかもう先に飲んでるんで、それに合流する形でって感じで、大阪で、今日は撮影でしたという動画でした。ありがとうございました。